生産工程は、製品設計。顧客が望む製品の形や精度を図面化する製品設計。金型製作。製品生産のために金型を作成して特許を認められた実家処理工房で金型耐久性や精度を向上させます。素材挿入。アルミ製品の生産は厳格な受け入れ検査と品質管理を経た後、原材料から始まり切断後の素材を入れます。ビレット予熱。電気炉のビレット予熱は誘導加熱を通じて均一に予熱。押し出し。さまざまな形の望む製品の形を生産する押し出し工程では、当社で別途考案した処理技術を通じて不良率を大幅に減らしています。自主検査及び矯正。製品が曲がる現象や変形を矯正してくれる矯正工程。切断及び積載。2台の自動切断機で製品の長さを一定に切断して積載する切断や積載工程。熱処理。製品別の均一な高度処理のための熱処理機で残留応力除去と機械的物性を除去するための熱処理工程。切断。製品の長さを精密に切断する切断工程。被膜。アルミ腐食を防止するための酸化被膜処理工程。加工。機械加工やプレス加工を通じて産業用資材設備、建築素材、自動車部品、電気電子部品、航空素材などの半製品を加工する加工の工程。検査。製品の寸法と平坦度、機械的物性などを試験分析して品質を検証する検査工程。包装。最後に製品をお客様に安全に配送するため、マーキング、包装工程を通じて様々な製品を優秀な品質で生産しています。